野本明義は、日本中央競馬会立党トレーニングセンター所属の、調教助手、元騎手。父は、元調教師の野本明。競馬学校騎手家庭第11期生。1995年、野本明旧社の所属騎手としてデビュー。同期には、西谷誠、金織智則らがいる。初騎乗は1995年3月4日、中京競馬。 第2競争のバンダムフェーマスで16投中13着だった。同日第7競争のルネサンスシチーに、起乗始発勝利を挙げる。その後コンスタントに勝ち星を重ね、デビュー年は29勝を挙げ、中央競馬関西放送記者クラブ賞を受賞した。翌年は、若干伸び悩んだものの2000年までコンスタントに20勝前後の勝ち星を挙げている。 また、1999年には、エシン・ルーデンスでチューリップ賞、エイシン,ヴィンセンスで、北九州記念、バンブーマリアッチで、愛知杯を勝つなど、重賞初勝利を含む、重賞3賞を挙げている。2001年以降は、起乗数が減ったこともあり、勝ち数が伸び悩み、年間10勝前後で推移していた。2012年、12月20日付で騎士を引退。 松田博史旧社の調教助手に転身した。野本明義騎手が、松田博史旧社所属となるニュース競馬実況ウェブ、ラジオ日経2012年11月8日閲覧、今村康成、小林慎一郎、芹沢淳一,一、野本明義、渡辺義彦、鈴木直人騎手が、引退2013年1月6日閲覧。ありがとうございます。